丸山駅にて伊賀線は伊賀上野駅から伊賀神戸駅までを結ぶ伊賀鉄道の鉄道路線である。全線が三重県伊賀市にある。愛称は忍者線。本記事ではかつてこの路線を運営していた伊賀軌道、旧伊賀鉄道、伊賀電気鉄道についても述べる。上野盆地の城下町伊賀市中心部と近鉄大阪線、JR 関西本線を結ぶ路線で、 2007年10月1日に近畿日本鉄道から伊賀鉄道に運営が移管された。線路などは引き続き近鉄が第三種鉄道事業者として保有していたが2017年4月1日からは伊賀市が保有している。合理化のため伊賀上野駅、上野市駅、茅地駅、伊賀神戸駅を除き終日無人駅となっている。ただし、巡回で駅員が 無人駅に来て、改札を行うことがある。近鉄大阪線との乗り換え駅である伊賀神戸駅では、近鉄時代も駅員による地上改札が随時実施されていたが、伊賀鉄道移管後は、近鉄とは、独立した友人改札が、近鉄用自動改札の隣に設けられたため、乗り換えの際には一旦改札外に出る必要がある。沿線が忍者の里であることにちなみ、 1997年10月から漫画家の松本玲司がデザインしたイラストをペイントした忍者列車が運転されている。また、分社化と同時に更新された駅名表は近鉄時代のデザインから一新され、白地に藍色と微薄藍色のラインが入っている。切符の呪文には伊賀鉄道の社紋が描かれている。伊賀線では全線で、スルッと関西対応カードや、 J スルーカードが使用できないほか、2007年4月1日に近鉄の他の路線で導入されたピタパやイコカも期待応となっている。運賃は運営移管後別体系となったが、近鉄時代はローカル線の加算運賃が適用されていた。また、友人駅では近鉄時代には時期券が発売されていたが、運営移管後は伊賀上野駅以外は非時期券となった。 赤字路線のため、2005年12月に、近鉄から経営形態の見直しが示唆されていたが、上下分離方式で、近鉄が線路や駅舎などの施設を保有して補線などの管理を行い、近鉄や沿線自治体が出資する伊賀鉄道が運営、運行することで存続が決定した。新会社への移行は、当初2007年4月を目指していたが、10月1日に、ずれ込んだ。 この伊賀鉄道へは近鉄が98%、伊賀市が2%を出資し、2007年度から2016年度までの10年間、伊賀市は年間最大約0.6億円、もしくは赤字額から資本費を控除した額の半額を支援する。赤字額の残りは近鉄等が負担する。なお、2017年度以降の支援額については、関係者間で改めて協議することとしている。 その後、同年度より近鉄と伊賀鉄道が保有する施設や車両を伊賀市が譲り受けて維持管理し、それらを伊賀鉄道に貸与する公有民営とすることが検討された。これとは別に市側は合併特例ド祭により車両の更新を計画している。2009年4月1日号、広向伊賀市によるとこの更新は2009年度から3カ年で実施する予定であり、 2011年度までに、後日の200系が導入され、旧来の車両を置き換えた。2015年3月に、伊賀線を、公有民営方式での運行に移行することに、近鉄、伊賀市、伊賀鉄道が合意したことが発表され、2017年4月1日に、実施された。すべて普通列車で、伊賀上野駅、上野市駅間が1時間あたり1から2本。 上野市駅伊賀神戸機間が20の40分間隔で運行されている。これは前車の区間が JR 関西本線との接続を、後車の区間は近鉄大阪線との接続を重視しているからである。伊賀鉄道移管後、伊賀上野駅伊賀神戸機間の全線を直通する列車が毎日3から6本運行されているが、近鉄時代は旅客列車は原則として、 上野市駅で系統が分割されていたため、全線を通して運転される列車は基本的にはなかった。一方、貨物列車は原則的に全線を通しての運転で、伊賀港戸に品張駅間の廃止後も、貨物列車の廃止までこの運転形態を踏襲していた。各区間でワンマン運転を行っている。しかし、一部乗客船無車掌が乗務して、車内改札。 乗車券販売及び乗降時の改札を行っている。これは前日の無人駅の巡回とともに、不正乗車防止のためである。なお、2008年7月19日より、ラッシュ時を除き無人駅での乗降扱いは、列車祭全部の扉のみを開ける方式に変更した。これまでは、無人駅でも全扉を開けていたため、信用乗車方式に近い状況であった。 伊賀線の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。なお、2007年度は、近畿日本鉄道は9月までの、伊賀鉄道は10月からの実績である。 伊賀線の近年の営業成績を下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。なお、2007年度は、近畿日本鉄道は9月までの、伊賀鉄道は10月からの実績である。 伊賀線用の新車は、電化時に導入された、デハイチ系、デイチ系以降全く製造されず、近鉄時代は、打線からの中古車がかき集められてきた。必要車両数は2両5編成重量と少ない。200系、電車1984年の高性能系以降に、転入1977年の全車代退時に、転入1977年の全車代退以前に、 使用電車電気機関車車両基地は、上野市駅構内に、上野市車庫がある。公設民営化前は、近鉄高安建築配下の車庫であったが、公設民営化後伊賀鉄道へ移管した。伊賀鉄道は近鉄からの運営移管当初より、車両研修業務を近鉄に委託しており、公設民営化後も、状態、機能検査、重要部検査、全般検査を委託している。状態、 機能検査については検査実施日に、高安県尺区名張車庫の係員が出張して行い、重要部検査と全般検査については、伊賀線は 1067mm 期間であり、1435mm 期間の近鉄大阪線と直通できないため、車体のみを上野支車庫で整備し、台車等の各装置は、トラック輸送で、潮浜研修車庫へ持ち込んで検査を行う。 関西本線の伊賀上野駅と上野町の中心地を結ぶため、伊賀電気鉄道の前身である伊賀軌道により、上野駅連絡所上野町駅間が1916年に開業したのが始まりである。伊賀上野駅名張駅間が全通したのは1922年である。くしくもこの年に成立した改正鉄道布設法別表の81奈良県桜井より灰原、 三重県名張りを経て、松阪に、イタリル鉄道及び名張りより分岐して、伊賀上野付近に、イタリル鉄道の公団に該当する路線でもあった。電化後は、大阪電気軌道を経て、三宮急行電鉄の路線となった。伊賀神戸西名張り駅間は、大阪線と競合するため、戦時中一旦休止したが、国鉄直通の貨物運行に必要なため、戦後に再開された。 しかし、平行路線であるがために、旅客数、貨物数ともに低迷した。昭和30年代には、同区間の旅客列車は1日5往復、利用者数は約80人、日まで減少し、近鉄では不採算区間の整理と帰京が、丘住宅地の造成のため、同区間の廃止方針を打ち出した。沿線での存続運動もあったが、道路事情の改善によって、 貨物のトラック輸送への転移が進んだことで、貨物列車運行廃止の目処が立ったため、大阪線の名張駅止まりの列車の一部を伊賀神戸駅まで延長することや、西名張駅の敷地を名張市へ無償上とすることなどを条件に、1964年10月に廃止された。廃止に際し、中間駅のなかった大阪線の名張駅、美木駅間には、気郷が、岡駅が、 倉持駅及び西原駅の代替として新設された。伊賀神戸駅、美紀日田駅、西原駅、倉持駅八丁駅、西名張駅配線後は、伊賀神戸駅、美紀日田駅間が未舗装の農道として残っているが、完全に藪に覆われており立ち入り不可能な部分もある。途中には、用水路をくぐったトンネルが2013年まで残されていた。ただし、西名張側は、 高校が完全に埋められていた。ビキニッタ駅跡の西なば側には、小並田側には、鉄橋跡が残っており、近鉄大阪線の車窓からも確認できる。ビキニッタ駅から倉持駅にかけては、農地の区画整理と、宅地開発により、一部を除き痕跡が失われたが、倉持駅跡付近から西なば駅跡までは、一般道や農道を溶かしており、跡をたどることができる。 設置前の49駅用地伊賀市49町自治会が市に対し新駅設置を求める請願を行った。伊賀市はそれを受けて新駅整備基本設計に着手2015年12月1日に基本設計案をまとめ2016年度の事業着手2018年3月の新駅完成を目標とした。新駅は原則無人駅都市上高ホームと 簡易な屋根の設置程度に止める方針。旧49駅や土地には現状家屋があるため、新駅の設置位置については利用者の利便性を考慮した位置として、イオンタウニーが上野の北東側を選定した。2017年10月3日に、伊賀市が新駅の名称を49駅とすると発表。2018年2月16日に開業日を同年3月17日と発表し、 同日に開業した。ありがとうございます。